あ、よっしゃ、ハードこい。こんにちは、仮面作家のひろみつです。今回はお祭りで見かけるこのキツネ麺を作っていくよ。最後まで見てね。この動画はキツネ麺の木彫りが終了するまでを紹介します。このような型紙を当てながら木に彫っていきます。まず裏になる部分を平らにして面の輪郭を写します。次に横型になる位置を移していきます。こちらが裏になる面です。縦型を移していきます。この足りない部分は後で木を足します。はい、それではキツネ麺のこの上の部分がいらないので、ノコギリで取っていきます。そして縦型を取るためにここにノコギリで切れ込みを入れます。はい、縦型の切れ込みが入りました。マスクがこの形なので、このいらない部分をナタで取っていきます。面の輪郭を切る前に裏面を軽く抜いてしまいます。それでは次に輪郭を切り出していきます。この後、月の実で形を整えます。はい、綺麗に丸くなりました。叩
きのみで切れ込みを入れたところを取っていきます。それでは、この足りない花の木の部分を足していきます。型紙を当てて形が合ってないところを鉛筆で印つけていきます。この部分を削ります。横型の線の引き方です。鉛筆をこのように削ります。三角定規を使って遠くの印からゆっくり手前に引いていきます。面の反りという部分を作っていきます。型紙のこの段になっているところが反りの高さです。
この反りがないとピタッと顔にはまりません。型の通りに形が彫り上がりました。ここまでできれば目の形を変えたり自由にできると思います。目に穴を開ける前の開眼供養です。仮面の成功を祈ります。目に穴が開いた時、木材ではなくもう仮面なのです。はい、それでは動く顎を作っていきます。切り離す高さを測ります。口が開くようにこの部分を斜めに削っていきます。横に太さ4ミリの木の棒を通す穴を開けていきます。少しずつ削りながら顎がスムーズに動くように調整します。これが結構難しいです。
耳を作ります。耳は、厚さ3センチのホオノキを使います。霧でも良いと思いますが、耳はぶつけやすいので霧より硬いホオノキにしました。はい、キツネの耳が彫り上がりました。早速耳をつけていきますけども、まだこの接合部分の形が合っていません。ここを合わせていきます。耳のつく部分に濃い鉛筆で色を塗っていきます。このようにして耳をこすりつけて黒く汚れるところを削っていきます。はい、耳の形がピタッと合いました。耳は接着するときに定着を良くするために、このような棒で突起を作ります。接着には二液性のエポキシ系ボンドを使います。彩色前の下処理です。木を足した部分をそのまま塗装すると、木の収縮で亀裂が入ったり線が出てきたりするので、薄い和紙を貼っていきます。私は油取り紙を使います。はい、では本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございます。次は彩色動画、お楽しみに。